J1 サガントス MF 長沼陽一27がリベンジゴールを狙う27日佐賀市内での全体練習に参加終了後に自主的にシュート練習を行い闘志を燃やした地震痛懇の PK 失敗で敗退した FC 東京との連戦31日エキスタへ PK を外した悔しさより 負けた悔しさがある、という辛さをぶつける。FC 東京とは22日ルヴァンハイ3回戦で対戦した。延長戦の末、5人目キッカーだった長沼が PK を失敗、4から5、して敗退した。だが、すでに、大丈夫です、と切り替えてはいる。いい試合をしていたのに2点目が取れなかった、と反省するゴールに全力を注ぐ覚悟だ。 31日の FC 東京戦は今夏のパリオリンピック五輪出場に貢献した U から23日本代表 DF 木村誠二十二が期限付き遺跡元のため出られないさらに DF 原田渡る 27DF キムテヒョン23が出場停止チームは J1 で4番目に多い27失点中で 守備の要が複数欠場と苦しい台所事情でもある。だがその分、悔しさをバネに指揮を上げて、借りを返す。